はい、本日は IWC Day 2の模様をお送りしますね。さあ第4試合もうどうやら始まっているようです。HR vs CHF ですね。さあ皆さん CHF 一つ先ほどのアンケートのところでファンの方が多かったチームですよね。で、あ、ヌヌオバーン、あ、デカリンバーン、今回の4試合目の CHF が確かそうですね、ゲームストップ中に喋ったということで、バンを一つ削られてますね。ですからこれは最後空いてますね、はい、多分その情報を HR 得ていると思うんですが、ヘカリムを自らバーンしましたね。はい、グラガスの方が大事だと。まあオカイカリスタ、まあこれも前日に準備してたかのようなバンピックの速度ですね。そうですね、セジアニを取れることはほぼ確定しているというところで、セジアニはまあ放置しておいて、まずはそれよりも魔王界とカリスタを重視していると。ここで多分セジュアニを取ってカリスタがハリケーンを持って AOE ダメージというのを一つ集団戦のところで確認しているような感じが見受けられますね。さあこれに対しての HR、 グラガスを取って何かしたいことがあるのかどうなのか。グレイブスバースト系統でいきそうですかね。どうしますかね。今のところ、HR のミッドレーナーの方は、まあ、オリアンナであったりイズリアルであったりといったところで、ちょっとファーム思考系のチャンピオンを使いつつもかなり積極的なレーニングプレーを続けてますからね、まあ、彼をちょっとチームの起点として構成を組んだとしたらどうなるのかちょっと見てみたいですね。モルガナとグレイブスかなりバースト系ですね。バースト系ですね。ピックアップを狙ってますね。これミッドレーンの本当にピック期待ですね。これでオリアンナだったら面白いですけど、それは面白いですね。それでもできるという、はい、それでさらにアグレッシブにプレーするわけですからね。ここで、まあ、セジュアニとサポートを取る形になると思うんですよね。ここまでちょっと、まあ昨日寝る前にちょっと考えたんですけど、チョガスがまだ見てないんですよね、ミッドレーンで。ああ確かに。で構成的にチョガスが来ても面白いのかなという感じがしますね。 CHF をここでセジュアニ、そしを合わせるとセジュアニノーチュラスを取ってチョガスできたら面白いですね。面白いですよね。ノーチュラスやってますから、はい、やってたと思いますね。やってます。 CHF がラストピックで取ってますから、はい、そうですね、初戦でもノーチュラスをやってますからね、はい、あ、ただ今回はスレッシュですか。セジュアニとスレッシュまあモルガナにノーチュラスは出せないということですかね。そういうことかもしれないですね。さらにはそのグラガスのウルトでこう分散してしまうところを、まあ、スレッシュのランタンでフォローしようという意味合いもあるかもしれないですね。さあサイオンは見せましたが、ここビットレーンが注目ですよね。 HR はどういった選択をするのか。いや、オリアンナ以外見たいですねちょっとオリアンナ以外、そうですね、例えばまあ技量が試されるアーリア・ルブランクといったところも見たいですし、それ以外、まあ、ゼドやヤスオというのも、あ、ゼラスブラッド、ちょっとただ構成的に何か指導が入ってますね。ちょっと審判の方とコミュニケーションを取ってるような感じはしましたが、そうですね、大丈夫そうですかね。大丈夫ですかね、はい、ただ構成的に AOECC がちょっと足りないのかなという感じがするんですよね。ブラッドのウルトを当ててからグレイブスのウルトを当てというのが狙いだと思うんですけど、それは複数人に3人以上に当てなければというか。おー、アニビア来ました。CHF のアニビア来ましたか。ここでこの OPL の決勝戦でのアニビアがすごかったんですよ。このミッドレーナーの方、この人がツイステッドフェイトとアニビアが得意というプレイヤーですからね、はい、まあ、まずその片方のチャンピオンをピックしてくれましたね、アニビア。ただちょっとコミュニケーションを取っているのが気になりますね。あ、コーチの方ですかね、コミュニケーションを取っているのは。
大丈夫そうですかね。さあ AOECC がないのに対して CHF は構成どうですか。かなりかっちりとはまってますよね。レイトゲームを中盤以降の集団戦を試行しつつも AOECC、 そして魔王界の AOE ダメージ、カープとカリスタの、まあ、ハリケーンを積んだ時の AOE ダメージ、アニビアの集団戦の能力、かなり構成としてしっかりとはまってる感じがしますね。 HR はブラッドのウルトがどれだけの人数に当てられるか、そしてそこにグレイブスのウルトを重ねられるかが一つ鍵になりそうですね。さらには、まあ、サイオンのイニシエートというのも重要になりそうですね。ただサイオンのウルトを打つじゃないですか。で突っ込んできますよね。アニビアの壁ポンって置かれたら終わりですね。完全なカウンターチャンピオンになってますね、アニビアが。なるほど、逃がすこともできない。はい、そして、まあ、イニシエイトの手段がそれでカットされてしまいますからね。ただ気をつけなければならないのはグラガスのウルトですよね。アニビアにとってアニビアはモビリティに優れたチャンピオンではありませんから、 MS も遅いですしね。グラガスのウルト、まあ、立ち位置にはかなり気をつけなければならないですね。さあ第4試合ですね。IWC 試合 Day2 第4試合、HR vs CHF のゲーム見ていきましょう。一つただ見たいのが、あのサイオンのウルトからアニビアが壁を張るじゃないですか。グラガスのタックルで壊したところをサイオンが突っ込んでいくっていうの見たいですね。壊せるんですね、確か壁壊せましたか。確かだいぶ前にアップデートが来て壊せるようになりませんでした。僕が覚えてるのはですね、その、ベインのようなこう衝突物判定でスタンがなるようになった時にアニビアの壁でも発動するっていうのは覚えてましたが、タックルで壊せるのはかなり前にありませんでしたね。ちょっと確認するのを忘れてしまいましたね。それはそうだとしたら非常に面白いんですが、確かありましたね。コメントでもしよかったら教えていただけたらなと思うんですけど、確か僕の記憶が正しければ、面白いですよね、そうなったら。確かブレイクできるとかあった気がしましたけどね。できれば、まあ、壁ドンだけるだけなんですかね。あ、壊すことはできない、はい、あ、なるほど。サイオンがフラスクだけ買ってポーションを持っていないのはレベル2スタートをするためですね。ここで、レベル2スタートするところでポーション使わずにパッシブを使ってレースを確保しますからね。そして、まあ、フラスクだけしか買わないわけですからゴールドの余裕がある。それをあ、まあ、ワードやポーションに変換してレベル2のトップに戻った時に有効に使うというのが狙いになると思いますね。そしたらスワップを選択したのは HR ですね。ここまで全ての試合でスワップを選択してますね。さあそして HR はミッドレーナーがまあかなりアグレッシブだということですけど、ブラッドでどうアグレッシブに行くかですよね。そうですね。あ、ただその CHF のミッドレーナーの方、おっと、さあここでいきなりレベル1、いやエグゾーストまでかかってますが、いや逆に魔王界も来ましたよ。そして魔王界の次のプレイから、ただレベル1なんですね、互いに。 W はさすがに持ってないですね。そのあ、サッピングトス苗木であれば魔王界持ってましたが、ただ CHF はしっかりと対応が素早いですね。あ、壁は越えるようになったというだけですか。なるほど。そしてサイオンは貯めたゴールドを生かしてアーマー買いましたね。アーマーを買いましたね。これで 2v1 のところはかなり楽になっていると思いますね。確かポーションを使ってしまうとアーマー買えるゴールドがギリギリ足りないんですよね。はい、足りないですよね。はい、まあ、デッドしてしまうのであれなんですけど、さあどちらをスキルを取ってるかですね。おお、ブラガスが、いや、ただしこれは狙えると思いますよ。スレッシュとカリスタがボットレーンにいますからね。これに対してグラガスが何かをするのがなかなか難しいような感じがします。ブラッドが寄ったとしても、いや、ただレベル3が少し怖いと言ってた。ブラッドは寄らない選択をしましたね。諦めましたね。その間にモルガナが敵の赤バフに入ってきて確認するときですか。赤バフまで確認しますか、それとも
アニビアに眼光狙いますか。あ、狙ってますね。もう一度ドルファニー、まあ、フラッシュ戦なくなる。かなりミッドレーンに圧力をかけてますね。そして HR はフォーカスミー戦でも同じような動きをずっと続けていましたね。ミッドレーナーを育てるために、相手のミッドレーナーを潰すためにジャングラーとトップレーナーが絶えず圧力をかけていました。今回は長距離のスネアのあるモルガナが圧力をかけてますね。一つこれがやはり HR としての起点になっているという感じがしますね。ただブラッドですか、これだけ味方にアシストをもらった色にもかかわらずシエスタがあまり開いていないというのが一つ気がかりですね。もちろんサマナースペルのところでフラッシュを落としているといったところはかなり有効な動きがあったことは確かなんですが、最初もモルガナはレベル2でひたすら動いていますね。赤バフスティールはどうやらお互い分け合ったという形ですね。そうですね。そして魔王界があまり CS が取れていない一方で、34は25も CS 取れてますね。まあ、硬さもあり、クロスアーマーも買っていることからハラスへの対策もできているといったところで差ができてますね。トップこれセジュアニが、セジュアニ来ますか。フォローのためですかね。 CS を取らせるためのような動きが感じがします。動きのような気がしますね。レンジセット狙い、いやでもいけないですか。グラガスがトップカバー来ましたからね。あーレベル、いやーいいダメージが入って、赤スマイトですよ。あー強気ですね。かなり強気ですね。グラガスはさあリコールさせないぞと、これは狙ってますね。させないぞという動き。さあ魔王界がボディーブロックで、いやーリコールやめてしまった。ボディーブロックしてもらえたんですが、これはセジュアに辛そうですね。フラッシュ落としたとしても、サムラスケスマイトで一旦止めて右4本をきっちりロストさせる。ただ丁寧にスマイトまで使って対応はしていますが、問題はこの間にサイオンがしっかりとCS も据えてるし、経験値も据えてることなんですよね。まだグラガ、あ、魔王界レベル3、一方サイオンレベル6ですよ。これは大きな差になってますね。今後レーンを戻したときに、そうですね、スレッシュがトップレーンへ対応しましたが、戻しますか、ここでレーニング。戻すと、あー CHF としては辛いでしょうね。まあ、このまま 2v1 を続けていても辛いことには辛いんですが、ただこの魔王界にサイオンを与えることの方がより凶悪な CHF からすると苦しいような感じもしますね。どうしますか。まあ、これ序盤の狙いとしてはまあ HR の狙い通りですか。狙い通りだと思いますね。スワップして敵のトップレーナーを苦しめるといったことができてますね。そしてスワップすることによってサポートが早い段階からかなり動けると、そしてそれを活かしてミッドに圧力をかけてますね。だからこそミッドの CS 差が11できていて、まあ、サマナスペルのところの有利も立てている。 HR を丁寧にスワップのゲームを展開していますね。対して CHF はちょっと後手に回っているというか、相手の狙い通りに試合の展開を進めさせてしまっているような感じがしますね。ただこうグラガスの方がセジュアに結構スワップで昔おっと、これはちょっとですね、どうなるでしょうかね。ちょっと今映像の方が途切れてしまってはいるんですが、どう、ちょっとこちらでもね、わからない。はい、わからないですね、ちょっと理由が。はい、さあどうしましょうか。あ、戻ってきそうですね。あ、大丈夫そうです。問題なさそうです、はい、そうですね、よかったですね。よかったですね。この間にファーストブラッドが起きてるわけでもなかったですね。はい、よかったです。無事に戻ってきました。
いやまあ、トルコ遠いですからね。そうですね。ミッドレーンやはり、あ、リボルバーができてかなり上に立てているような感じがしますね。そうですね。あとマフラー1本積んでいるというのは大きそうですね。これでアビッサルへ次行くんでしょうね。マオカイもマジックダメージですし、セジアニもマジックダメージ、そして対面のアニビアもマジックダメージといったところでアビサルを積むには十分な条件が揃っていると思いますね。さあ現在ゲーム時間10分になろうかというところですが、1キロは起きていないんですが、多分この金額差はトップレーナーの差でしょう。さあアニビア壁9は沼でかい。ただやはりうまいですね、圧力のかけ方が。ただここ一度帰らない、グラガスがいて横のところでレースを使ってヘルスを回復しますね。ブラッドはタワーシージができるわけでもないんですが、カタリストのサスティンを生かしてまだまだレーリングを続けようということですかね。まあブルーバフも持っていますから、あ、もう一度回復しますね、はい、そしてイグナイトもありますからね。キルを狙っているということかもしれないですが、もしくはブラスティングワンドのためのお金が足りないということかもしれないですね。はいはいはい、ああそうですね、今帰りますね。そしてグラガスがサイトストーンまで行ってますね。マップコントロールのところにかなり力を注ぐという意思が見えますね。赤スマイトからのサイトストーンというのはなかなかないです。なかなかないですよね。そのサイトストーンを積むのであれば紫スマイトですよね、はい、赤スマイトを積むのであれば、まあ、ディフェンシブスタッツ、敵へぶつかることを考えるわけですから、バミンを買うという選択になるのが僕は普通だと思うんですが、ここら辺も地域の差というのがあるのかもしれないですね。意外な、ただ強さを発揮するかもしれませんよ。そうですね。そして先に HR がボットのファーストタワーを降りましたね。ただそうですね、この段階でグレイブスがミッドへ行って CG というのはまず無理ですよね。なぜかというとアニビアのウェーブクレーンが非常に高いですし、グレイブスもレンジが長いわけではないですから CG が得意というわけでもない。もちろんダイブをしてアニビアを削ってもしくは倒してという感覚がありますが、ギリギリで壁を今打ちましたね。打ちましたね。ちょっとだけノックアップしたような打ち方ですね、はい、序盤2度3度モルガナに圧力をかけられ、先にフラッシュを落とし辛いレーニングを強いられていたはずなんですが、シエスさんもまあそのまま11維持されてます。おアーバーが切れましたからね。マナがないですよ。さあただここにセジュアニがカバーに来ていますが、あとただ、いやマナがないんで無理か。いやただイグナイトもあったことを考えるとウルトからというのは一つ狙い目だったと思うんですが、アニビアはそう考えていたような動きでしたね。そうですよね。ちょっとコミュニケーションがずれていましたね。ただここ青バフは絶対に渡したくないですね。 CHF はこの青バフがミッドのウェーブクリアのところで鍵になりますからね。さあサイオンウルトは切りましたが、やはり辛そうですね。トップレーンのマッチアップ CS 差が43を割れてますね。レベル差がこの段階で3ですよ。マオカイがレベルならサイオンがレベル10。いやもうトップレーナーはかなり厳しいでしょう。どうしようもないですね。ここ CHF としてはミッドの圧力を使って返す以外方法はなさそうですね。ただ HR もしっかりとカバーしてますね。ワードを置いてセジュアニの左右からの眼光は警戒しながらもグラガスも寄ってますからね。さあただおっと投げましたよ。フレイからボックス、おっとグラガスはただもらっていない。ブラックシールドより防いでウルト、ハースブロー取っていくのはグレイブス。そしてエグゾーストから TP、 サイオン、ウルトは先ほど切っていますがフラッシュインからのスロー当てて打ち上げはフラッシュ回避。さあヒールを使ったがフラッシュインで入っていくのはグレイブス。さあ追いかけっこにはなる。ヒールを切ってラストヒットもグレイブス、2キルゲット。
仕掛けのところでノックアップが当たらなかった。そしてモルガナの攻めは見事でしたね。しっかりと当てましたね。そういったところでダメージ交換、グレイブスのバーストを生かされて負けてしまいましたね。そして青バフのタイミングでボットが負けてしまったのは非常に痛いですね。ただトップ2いますから、アニビア青バフと…あー、ただここでタイミングで絡まった。これはボットレーンにカバーしてたな。おまずいですが、ただいや、ブルーバフやはりセジュアにやりますか。これはしっかりとアニビアに渡さないといけないと思いますね。試合時間を引き延ばす上でこのアニビアのプレーというのは非常に重要だと思いますから、それを手助けする青バフ必ず確保しなければアニビアがマナが切れてしまった途端ディエンドという形になってしまいますからね。さあ渡すことには成功しましたね。ただそう渡してリコールする間にミッドタワーを削ろうという動きなのが HR。 ただオルに至りませんでしたね。ここで折ることができれば HR としては一気に試合の展開を加速させることができたんですが、グレイブスがミッドに寄っていれば折れていた可能性が高いことを考えるとちょっともったいなかったのかなという気がしますし、 CHF としては救われたのかなという感じがしますね。多分このタワーのヘルスであればグレイブスがいれば確実に折れていたと思いますね。さあただCHF があそこまで強かったんですが、今度は HR が序盤の有利を作っているというのは、はい、面白いですね。まあ、ここで一つそのスワップへの対応といったところで CHF うまくいきませんでしたよね。そしてこの試合までずっと HR はスワップを続けていました。連動の高さというのを一つ伺わせるような、まあ、序盤の動きでしたね。装備差が凄まじいですね。トップレーン魔王界がまだカタリストとマントルに対し、サイオンがもうフローズンハートまでできてますからね。トップレーンはもう厳しいということで魔王界はボットにファームしに来てますね。たださあここでフラッシュからウルト、ただこのカリスタスレッシュのコンビネーションで救うことには成功している。そしてグラガスがダウン、マオカイがエンコに来ていた、サイオンが捕まっている。マオカイのエリアが非常にいい形だ。サイオン最後には打ち上げましたが、ここにもアニビアが来ているが、ウラジのダメージ、ウルトがツイートしている。さあアニビアエッグダウン、2キル返していきます。 HR2 2効果フラッシュインの E がギリギリレンジ外、ただスレッシュ狙われてますね。危ないですね。大丈夫そうですね。アニビアがフォロー入ったんですが、フォロー入る形、入り方がちょっと良くなかったですね。その前面の方に、HR が3、4に揃っていました。そして後ろからブラッドに囲まれるような形になってしまいましたね。ちょっと後ろのブラッドの動きを警戒していなかったという感じがしましたね。どのここからですね、アニビアが、ま、ここのところで HR に対して CHF 見事なカウンターしましたね。しっかりとキャリーまで止めているのが素晴らしいですね。スージャンによるとこれによってこれ一つ優位が取れました。ただここでアニビアが寄ってきてるんですよね、はい、トップのところで。ただブラッドが後ろからついてきてるんですよ。それに気づけてないんですね。気づけていないからこそこう前に出てしまってブラッドにウルトを当てられてしまった。あ、ちょっと無警戒に近い形だったのかなという感じがしますね。あー確かに下にワードもないですね、はい、一つもないですからね。というよりもトップの状況ばかり見てミニマップからブラッドが消えたことに気づいてなかったのかなという感じがしますね。わお、ナイスカで、まあ、もうこれはウルトで返していかざるを得ない。まだミッドのファーストタワーが折れてないことが救いではあるんですが、サイドレーンのセカンドタワーまで折られてしまってますからね。ちょっとジャングルの視界の維持といったところかなり難しいでしょうね。さあどのように維持していくか CHF。 ただレートゲームをかなり制しているのも実情 IWC 試合ではありますから。さあブラックシールドでフックは食らわない。
そしてドラゴンまでつなげますかね。このドラゴンに CG ファースちょっと触ることはできなさそうですね。なんといってもサイオンとブラッドちょっとどうしようもない感じがしますね。サイオンは先ほど言ったようにフローズンハートができている、カリスタはちょっと殴ることができないですよね。一方あブラッドはあデボルバーの上位のアイテムになおかつアビサルまでできてますからね。そうですね、アニビアといえども下がらざるを得ない。あそこでタワーを守りに行こうとしたらエンゲージをされてましたね。ただこういったあたり CHF もきっちり下がっていくと判断は早いですね。判断は早いですね。それだけにそのスワップのところでの動き方のミスがちょっと響いてますね。ここでさあバロンはオンタイムですが、はい、ただこれどうですか、レートゲームになった時どう見ます。レートゲームになった時ブラッドがここまで育っていてサイオンも順調ということを考えると、このままのペースで試合が展開されていくのであれば HR の方が有利なのかなという感じがしますね。どこかで CHF としては逆転の要素を作らなければならないですね。それがドラゴンなのかバロンなのか、もしくはピックアップを連続して行っての、ゴールドの逆転なのか、この3つのどれかのうちの1つを必ず行わなければならないと思いますね。そうなった場合はやはり、はい、そうなった場合は CHF 側の方が1つ有利だと思います。魔王界の集団タンク能力、アニビアの集団性の能力、セジャインの能力といったところを見ると CHF 側の方が1つ構成的には有利だとは思うんですが、ということはどこかで CHF が仕掛けなくてはいけない。はい、ただしかし安易に仕掛けるとですね、 AD キャリーで丸々一つ分アイテムの差ができていますし、ミッドレーンもそうですよね、トップレーンもそうです。人数的な有利は必ず作った上で当たらないとダメですね。どこかのミスを待っているといった形にもなるでしょうかね。はい、そうだと思いますね。ああいったピンクワードを餌にしてピックアップというのが一つ方法としては考えられますが、ただしっかりとワード奥目に置いてるんですよね HR は。そうですね、ボットサイドも決定のストップサイドも今からワーディングしようという動きもしてますね。しっかりとフォローしてますからね。ちょっとチャンスは作りづらそうですね。さあ22分という段階です。6000ゴールド差が開いている現在のゲーム。さてここでまあ一応政治アニがイージスが完成しました。このアニビアのコレックスが何になるのか一つ気にかかるんですよね。ブラッド対策でお日本でしょうか。あーモデルのミコン、はい、コレックス他に進化先といえば、あリボルバーの上位の今ブラッドが積んでいるものぐらいだったと記憶しています。まあそれはアニビアにはあまり合ったアイテムとは言えないと思いますので、まあブラッド対策でモレラノミコンなのかなと。あーバロンやってますね。さあスニークバロン22分23分、湧いて3分後のスニークバロンやってますね。サイオンが壁をやりグレイブスが殴っていると。グレイブスの装備がインフィニティエッジスタティックシュ BX ソード。さあバロンバレましたが取れそうですね。はい、無事スティールを狙いましたが新戦は取れず、ここはグレイブスが1キロを拾い返し、バロンの展開タルのスローがかかっている。スレッシュがかなり厳しい。カリスタウルトで助けられる位置だがランタンに乗ってほしかったでしょう。ギリギリまで待っていましたね。さあブルートリンケットで視界があるブラッドのダイブはしないいいですね、しないですね。さあダグバイリングからスロー一旦与えてダメージ、これはもうタワー下から出らざるを得ないでしょうか。そしてミニオン強力ですからね、いくら2秒のウェーブクリア能力あるといえども難しいですね。このままサードターンまで行きそうですね。いやいいダメージが出てますね。はい、サイオンが一度戻っているので一旦バッ
くでしょうか。そういう形になりそうですね。まあ無理はしませんね。二人でやっていたんですね。やっていましたね。あ、硬いですね。硬いですね。硬いですね。タンク変えているのかと思いましたけど、変えてないですか。硬い。しっかりとサヨンが。セギアに対して圧力をかけていたからこそ入るのが遅れてその後勝負できませんでしたね。サヨンが非常にいい動きをしていましたね。あそこでこうそのままタンクを続けるのではなくてスティールを警戒して敵のジャングラーに圧力をかける判断ができると非常に強いなという感じがしますね。あー、そして赤聖杯ですか。あ、なるほど。ネクロノミコンには行きませんね、アニリア。はい、マナー青バフはもう取れなくなるという判断をしたのかもしれないですね。だからこそマナ回復アイテムである赤聖杯、を積んだということですね。なるほど。あ、HR ここまであまりうまくゲーム展開はできなかったんですが、今回かなりいい展開を、はい、非常にいい展開を見せてますね。しかもこう無理のない判断をできてますよね、はい、おっと壁がうまいことだと。セルセージャーによるとフォーマン、いや、ただこれバーロンバフ、そしてブラッドが、ブラッドの圧力で一旦下がらざるを得ない。しかも当たったプレイヤーがキャリー陣で以外、キャリー陣以外のチャンピオンだったんですよね。いけませんでしたね。そして今回、カリスタがかなり厳しいんでしょうね。ハリケーンはいけなかったんですね。ブラッドサースターの後冒険ルートに行きましたからね。 AOE ダメージがちょっと足りなくなってますね。さあ、ただアニビアがウルトを張っていればなんとかなる。なりそうですね。バロンバフが終わりましたか。いや、本当今までの試合だと HR はちょっと無理をするシーンが多々あったんですね。特にミッドレーナーの方が、まあ、前方にイズリアルでミッドレーナーのイズリアルで前方に敵が見えないのに E を打つとか、そういったちょっと危ない行動が多々あったんですが、今回全くそういうことがないですね。チームとしてもしっかりと視界を取って、正確に視界の情報を得て、それを元にして判断を下して展開していってますよね。こんなに急激に向上するもんなんですね。いや、どうなんでしょう。それとも昨日までが緊張していたのかもしれないです。元々の実力を今出していると、はい、その可能性の方が高いのかなという感じがします。あとはミッドレーナーの方がやっぱり CC がないとなると味方に頼らざるを得ないというところでバランスがいいのかもしれません。でもイズリアルですよ。やっぱりブリンクは強いと。あ、なるほど、なるほど。ちょっと CHF はちょっとなすすべがないですね。サイオンの赤バフを投げてこの取るやり方は昔のシンドラとか思えありましたね。青バフのスティールとかスティールされないためにやった動きですよね。はい、一回持つっていう、はい、ファントムロードさんがまだうまくシンドラのバグが消えてないときにあれで遊んでいたのを僕思い出しました。どこまでも青バフを持っていくというありましたね、はい、ホーム部の確かホームの泉にまで持っていってそれで青バフをゲットするっていうやり方なんかもありましたね。ありましたね。まあ、どんだけマナを無駄にするのかという感じもしますが、あれでもレベル4か5ぐらいじゃないと確かできないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。マナが足りなくて、最大マナが足りなくて。いやー、まあ、おかいがグローリーしかできてないですね。フローズンハートもバンシーズベイルもしくはビサージもできてないですからね。一応イーリスはできていますが、このブラッドの装備。さあ、次はゾーニャでしょうからね。さあ、フック決めて、アニビアがグラガスとウルトで前に出されたフラッシュを選択して一旦バック。ただウラジのウルトが3人に当たっている。一気に前に出て1キルを取ってローアライフ、そこに追撃していくのは HR、 エースゲット。グラガス見事なウルトでしたね。試合前に申し上げた通り、やはりアニベ
警戒しなければいけないんですが、ただあの状況、アニビアのウルトが相手のタワー CG を防ぐ核となってたんですよね。つまりちょっと前方に出なければならない、あそこをうまく見逃さずにウルトで手前に引き寄せましたね。素晴らしいプレーですね。ブラマス、気づけば30分前のゲーム展開です。ネクサスタワーが全て割れました。さあ HRVSCHF、 HR の勝利と。ちょっと本当に分からないですよ、これはジャイアントキリングを成し遂げた CHF が。またジャイアントキリングされましたね。されました。今年の IWCI は混戦ですよ。混戦も混戦ですよ、これ。4位争いが本当に分からない。分からないです。これはもう分からないです。やはりその今までの試合でいうと、ブラジルはやっぱり頭一つ抜けてるなという感じはあるんですが、それ以外のチームの実力差というのがあまりないですよね。ないです。いやー、素晴らしい。面白い大会になってますね。ちょっと HR のチームメンバーの顔が若干ドヤ顔をしてましたね。ドヤーという、はいはい、それでは、次、いよいよ第5試合目ですかね、次になってくるのが、はい、そろそろ皆様おはようございますになりますでしょうかね。あ、まだ3時23分なのでまだですね。あ、まだです、はい、あ、ちょっと気が早かった、気が早かったです、はい、多分あと2試合ぐらい気が早かったです、はい、大変失礼いたします、はい、それでは一旦休憩に入らせていただきます。失礼いたします。